Let's see. Ah, that's hers. Her memories now. カレンちゃんは誘わなくていいの？いいよ。だって私たちと言っても全然楽しそうじゃないんだもん。確かにあの子暗いよね。お母さんにお願いしてみる。She didn't learn. That's a bad idea. No. That's out of question. Unfortunately. ダメに決まってるでしょ、犬なんて。何を考えてるの？私がちゃんと面倒を見るから。面倒を見る？あんたが？自分の面倒だってちゃんと見れない子供のくせに。いいから捨ててきなさい。I guess that works.
ですか？コラリン、急に話しかけたら迷惑だろ。だってワンちゃん可愛いよ。ねえ、もう一回撫でてもいい？気持ちはわかるけど、迷惑をかけるなって。帰るぞ。もしかして何か困ってたりしてない？え？どうして？君が悲しそうに見えたから。悲しそうに？私が悲しい？どうして私が悲しいって分かったの？僕、そういうことにだけは目ざとくてさ。Reading people? わけあって、人の悲しい顔だけは絶対に見逃さないようにしてるんだ。それが僕の目指すものになる条件らしくて。Jesus Christ. そうか、そういうことなら任せてよ。明日から飼い主を探そう。僕らの友達にかかればそれぐらいどうってことないよ。それじゃあ今日のところはワンちゃん、リンたちの家で預かるね。ペット禁止だけど、一日くらいなら大丈夫だよ。そうだ、まだ名前を聞いてなかったね。君、名前は？二階堂カレン。そっか、僕は桜井京介、こっちは妹の凛。よろしく。アンタラストンク。犬っころお手無理か。そうか、ドンマイだな。おい犬太郎、さっきから僕のパティをじっと見て一体何のつもりだい？パティは絶対貸せないぞ。貸せないったら。少し騒がしいけど、いざという時は頼りになる奴らだからさ。みんな、そろそろ始めるよ。集まって。What? That's a lot of people in one place. ありがとう。本当にありがとう。
お礼を言われるほどのことじゃねえって。飼い主探し楽しかったしな。うんうん、ワンちゃん可愛かったもんね。ああ、それに二階堂さんも頑張っていたじゃないか。君の頑張りあってこそだよ。私は何も、みんながいなきゃ何もできなかった。それは違うよ。最初に手を差し伸べようと思う、その勇気が大切なんだよ。え？困っている誰かに最初に手を差し伸べるのってすごく勇気がいることだよね。君が子犬を家に連れ帰ろうと思わなければ、あの子犬は今でも段ボールで泣いていたかもしれない。君が子犬を抱いていなかったら、僕は子犬のピンチに気づくことすらできなかった。僕もそういう時は毎回体が震えそうになる。責任を負うのが怖くて逃げたくなるよ。けど君は逃げずに子犬を抱き上げた。誰にでもできることじゃない。そんな君が何もしていないなんて言わないでくれ。困ってる人に最初に手を差し伸べる勇気を持った人のことをヒーローって言うんだよ。ヒーロー。僕は真剣にヒーローみたいな存在になりたいと思ってるんだ。 Go figure. でも僕一人じゃ何もできないから、みんなに力を貸してもらってる。もしよかったら君も協力してくれないかな。 Such a lake discovered. え？Door to the velvet room. Watashi de yokereba, ano, yoroshiku. Ah, yoroshiku, Kare.Mm-hmm.
私が桜井くんの家に。Oh, that's gonna be a long one, I think, of these memories. I mean, I guess we have a whole chapter for memories, I assume. Ah, fuck. Iya, kana. Iya, というわけではないけど、どうして私だけ？うん、実はちょっと彼に見せたいものがあってさ。見せたいものって？それは見てのお楽しみ。リンに口止めされててさ、いきなり見せてカレンをびっくりさせたいんじゃないかな。ふふ。お。Why? お久しぶりです、カレンさん。今日もとってもクールビューティーって感じでかっこいいです。私ずっとカレンさんに会いたかったんですよ。お兄ちゃんなかなか連れてきてくれないから。こんにちは、リンちゃん。それで二人とも見せたいものって？まあまあ、そんなに慌てないでください。まずはリンとガールズトークでもしましょうよ。 It's a trap. お兄ちゃんはちょっと余計だけど気にしないでくださいね。 What? 気にしろよ。I don't remember the illness. それじゃ、今日のメインイベントです。お兄ちゃん、ちょっとあれ持ってきてよ。That. 兄は顎で使うなよ。カレンさんが拾ったワンちゃんの飼い主さんが写真を送ってくれたんですけど、います？ That's cute. え、写真？見てもいい？ That's actually a really interesting thing. And me a little sleepy. いいえ、いいんですよ。そのアルバムはもともとカレンさんにあげようと思っていたんですから。ああ、カレンがきっと喜ぶと思って、昨日二人で用意しておいたんだ。よかったら持って帰ってよ。Shit. え、私に？ありがとう。It's happening again.カレンさん、今日はありがとうございました。リン、すっごく楽しかったです。また会いに来てくれますか？カレン、よかったらこれからも時々うちに来てくれないかな。リンの相手をしてやってよ。え、私でよければ。I'm just tired. It's not boring. It's just I'm tired. I mean, not tired. Fuck. I just don't sleep full 8 hours. Just like 6, 5. I'm too lazy to get up. I go to sleep earlier. お兄ちゃんって本当に鈍いんですよ。I'm a little confused why Sakura is around when they talk. Like, okay, what is this third wheeling?
この間なんてギュウちゃんがせっかく綺麗にアイライン描いてきたのに最後まで気づかなくて、ギュウちゃん泣いちゃったんですから。仕方ないだろ、化粧のことなんてわからないし。桜井くん、人の変化には気がつく方だと思っていたけど。お兄ちゃんが鋭いのは人が悲しんでる時だけですよ。Right. 女の子がちょっと変わったくらいじゃちっとも気づかないんですから。そうなの？でも少し桜井くんらしい。Here we go. It's gonna go down so slowly. あの、二人とも、どうしてそんなに私によくしてくれるの？え？二人がどう思ってくれているのかはわからないけど、私は人に好きになってもらえるような人間じゃないの。冷たいとよく言われるし、取り柄もないし。前々から気になってたんだけど、カレンはどうしてそんなに自分に自信がないの？それは、だから私は二人に気に入ってもらえるような人間ではないの。クールビューティーなんて格好のいいものでもない。私が話しても人に不快な思いをさせてしまうだけだから。やっぱりカレンは優しいんだね。まさか。違うわ、私は優しくなんてない。私が大切なのは自分だけ。自分を守るためにこうして冷たい表情をしているだけで。いや、それは違うよ。カレンが表情をあまり変えないのは、大変な思いをしているお母さんに余計な苦労をかけたくないと思っているからだよ。うん。え？悲しい時は泣いた方が楽なのに、自分が泣いたらお母さんまで悲しませてしまう、焦らせてしまう。だからカレンは泣くのをやめたんだよね。自分の苦しみが外に出ていかないように、自分の中にいろんな思いを飲み込むことにしたんだよ。言葉を飲み込むのって本当に辛いよね。That's just shitty. 言えなかった言葉っていつまでも自分の中に残ってモヤモヤするし、right. どんどん重くなっていっちゃうし、吐き出しちゃった方がよっぽど楽だ。それでもカレンは全部自分の中で飲み込むことを選んだんだよ。誰も傷つけないために。それは優しい強さだ。大切なんだな、お母さんのこと。カレンの優しさにはみんな気づいてるよ。僕もリンも他のメンバーも。僕らはみんなカレンのことが大好きだよ。Jesus.
episode can't be too long. Damn it. ねえ、カレンさん。お兄ちゃんのこと、見ててあげてくれませんか？桜井くんのことを？お兄ちゃん、カレンさんと同じで、人のために無理しちゃうところがあるんです。心配だからそばにいたいんですけど、リンちゃん、体が弱くてお兄ちゃんにはついていけなくて。はい。だから、カレンさんにお願いできないかなって、前々からずっと思っていたけど、今日確信したんです。カレンさんとお兄ちゃんはそっくりなんだって。二人がお互いを見ていてくれればリンとしてはすっごく安心できるんです。約束する。桜井くんの悲しみは私がちゃんと見つけ出すから。 OK。Please fast forward to the day when she died or something. Fuck, fuck! Sorry! What's the level? Okay, okay, that's fine. That's so random. Oh, okay. Junior High.よし、絶対優勝しよう。An army. これで首を冷やすと楽になるわ。風の時は私もいつもそうするの。 Jesus Christ. Okay. カレン、どうして僕が具合悪いって分かったの？ Oh. That's such a throwback to overly attached girl meme. Back in like 10 years ago or something. I wonder what, when things get fucked up though. Right.That's when、she got the ribbon. カレン、これ、okay. プレゼント。え、これ私に。ありがとう。Shouldn't open it on the spot. Okay. Kire. Nani yo? Sono ribbon. Oka-san.赤いリボンなんて何を色気づいてるの？シュッシュッシュッ。似合ってないわよ。
No, I'll complain. おしゃれなんてしてないで、いいからさっさと勉強でもなさい。ほら、それよこしなさい、捨てておくから。So that's why she never wore it because it was taken away. Okay. Oh, no, wait. いや。Oh. 何？捨てるなんて嫌。これは友達からもらった大切なものだから、絶対に渡せない。キャサン。何を生意気言ってるの？いいからよこしなさい。You fucking bitch。返して。Maybe this is when it got messy because her mom threw it away of the window, the ribbon. Then she was searching for the ribbon. She went outside, and maybe that's how Rin died. Maybe that's how actually what actually happened. That don't make sense though, I think.カレンさん。リンちゃん、どうしてここに？リンのことはいいですから、それよりそんなに慌ててどうしたんですか？リボンが風に、桜井くんからもらったリボンが。It might be what actually happened. リンも一緒に追いますね。絶対に捕まえましょう。Because she was physically ill. Okay. Oh, okay.あなたのおかげよ。本当に何とお礼を言っていいか。いいんです。リンもカレンさんがそのリボンつけてくれるのを楽しみにしていたんですから。そうだ、カレンさん、よかったらこのリボンつけてみてくれませんか？きっとカレンさんにとってもよく似合うと思うんです。よかったらリンに結ばせてください。え、じゃあ、お願いしてもいい？That's how she died. That's actually interesting that because in the first playthrough, I remember that Rin was pushing Nikaido to be her girlfriend or whatever. Like it was really toxic. But at the same time, the memories could be different from what actually happened. So it's interesting. There are many sides to the story. Right.リンちゃん、ダメ。ダメ。Yeah. That sucks. I could believe why it was traumatic.
あ。